荒御霊にまつわる話。私の大学の知人に部落出身者がいた。知人の出身部落は山間の村で、村丸ごと部落だそうだ。江戸時代には川なめしを生業にする人が多くいたそうだ。その村は近隣の村との間柄も悪くはなく、知人はそんな環境で育っていたからか至って常識人だった。その知人によると、エセ丸は登在丸が怖くて仕方ない、とのこと。知人は近隣出身の人から癒やされてはいたが、特に嫌われている様子はなく、就職の際も地元企業しか就職活動をしていないので特にひどいこともなく、地元の親近に内定した。知人に聞いても、強いて言えば地元住民か確かめるために、町内会に確認の連絡が来たくらいだそうだ。とはいえ集落の特性からか、エセ丸はヤザイ丸が入り込んで悪さをしたり、近隣に参拝処分場を作られそうになったりしたそうだ。エセ丸はザイ丸の悪さはひどいもので、参拝処分場を作られそうになった際には、知人の村では近隣の村と共同で反対運動を行った。そしたらエセ丸はザイ丸らはヤクザを使ったり、自分たちで町内会長を拉致監禁したり、知人の村を部落だからと職場に暴露したりなどして反対運動を瓦解させようとした。そこで近隣住民はあちこちに訴えたものの、裁判所や行政、警察はなかなか動かず、対応はおざなりだったりした。そこで近隣の村は知人の家に連中の呪詛を頼んだ。この地方一円で広く祀られている神様を、その集落では特殊な祀り方をするとかで、知人の家はその集落の神主家系らしい。しばらくしてから、裁判所の判決は住民側の希望通りになり、行政は迅速丁寧に動いた。そして伊勢丸は野在丸、参拝業者は報復に出たがなぜかことごとく失敗。そして連中には突然の破産、謎の一家心中などの不可解で凄惨な事件などが相次いだ。物によると死んだ方がマシな出来事も起きたらしい。知人の親曰く、呪詛は人間でありながら断り合いが見てを出すこと。何を代償とさせられるかわからないから引き受けたくない。ただ連中は神域を参拝で埋め尽くそうとしたり、周辺の村々で悪さを繰り返していたから引き受けた。とのこと。後で聞いた話では、知人の集落ではこの地方一円で広く信仰されている神様が祀られている。ただもともとこの神様は多くの恵みをもたらすものの、争いも大好きで、特に信頼関係にある者同士の血みどろな争いを好む。この地方で血みどろの親子、しか家臣間での争いの伝承が多いのはそのためらしい。そこで、荒御霊を分けて、知人の住む集落で特殊な祭り方をさせるようになったら静まったとのことだった。ところがエセ丸は登在丸は神様を怒らせ、せっかく静まった荒御霊を目覚めさせる手前まで行っていたらしい。だから連中を、荒御霊を沈めるための生贄にしたとのことだった。普段ならせいぜいイノシシやウサギなど、集落の人間が取ってきた山での獲物を奉納する程度だそうだ。この事件が落着した後に呪詛を依頼した面々は、神様の元宮まで念のためにお祓いに行き、お礼として近隣の村々の古式に則って、岩名で慣れ寿司を作って神様の元宮に奉納した。この慣れ寿司の匂いがまた強烈で、持っていくのにも行ってからも苦労したのだと聞いた。知人によると、大規模な神社には近隣に汚れ除けのための集落があり、その集落の住民が遠く山を越えた場所で、荒御霊を祀るようになったのが知人の住む村の由来だそうだ。私学科の友人に聞いたのだが、江戸時代この村は非差別部落でありながら、通常の村と変わらない扱いを受けており、近隣の村からも忌み嫌われるというよりも、地元の神様を祀る神職たちの村として畏怖されていたとかで、特殊な村だそうだ。知人はいわゆる、寺人、なのだという。私の氏神様を祀る神宮の近隣にも汚れ除けのための集落がある。清めと呼ばれていたり呼び名は地域によって異なるが、
知人の村は民族学史的に貴重なので、今でも調査に来る人は多いそうだ。私の地元とは氏神様が異なるので詳しくないのだが、神社の汚れ除けを担う人という意味で、神に仕える人として畏怖される存在だったりする。知人の村での奉納行事は、本来ならば血を嫌うはずの神社内で山の獲物の血肉を奉納するらしく、今でもお祭りする神様の本宮での汚れにまつわる行事には、本宮近くの汚れ除けの集落の人が神職として参加してるらしい。自民。神社に奉仕する下級の神職や寄り人。または神社に霊属して、芸能、商工業、あるいは非善な駅に従事する者。神事の雑役や警備などに当たった者。古くからその神社と縁故を持ち、祭礼の時には一定の職を特権として世襲している例が多い。囚われたライダー。俺が住んでるところから車で20分ぐらいで行ける山奥に、カルト教団が出入りしているっていう噂の神社がある。今からちょうど7年前、2000年の夏のある日、友達の家で夜遅くまでいろいろ話をしていた。当時高校生だったんだけれど友達は定時制に通っていたため原付の免許を持っていた。そしてそのうちやることがなくなったから、原付に二人乗りしてどっか行こうということになった。まあその当時いわゆる悪ガキだったので、警察に見つかるとまずいから、おのずと人気のない道を走ってたら、いつの間にか前述の神社がある山道に入っていた。その時は神社の存在は知っていたが、それにまつわる噂話は何も知らなかったため、特に恐怖を感じることもなく横を通り過ぎたんだけれど、その直後、異様な光景を目にすることになった。深夜の山奥だから原付のライト以外何も光がなく真っ暗だったんだけれど、神社をちょっと通り過ぎた場所の木々の間から、車のハイビームみたいな強い二つの光が見えた。自分たちが今いる道以外に近くに車道はないから不思議に思った友達が、え？車？とか言いながら原付のエンジンを切った。二人で原付を降りる。さっきまでエンジンの音で気がつかなかったが、結構な大きさの足音が聞こえてきた。それも複数の。登山事情に全く詳しくない俺は心の中で、深夜に誰かが登山しているぐらいにしか思ってなかったんだが、森の中へ入ってその光の方へ近づいて、よく見たら、その足音は白装束を着た人たちのものだった。強烈なハイビームみたいな光が五光となっていまいち色はわからなかったけれど、おそらく白装束だった。これ、ちょっとやばいんじゃない？ひそひそと話しかけてくる友達。でも根っからのオカルト好きな俺は不思議な光景に興味津々で、もうちょっと見ていようって、帰りたがる友達を引き止めて遠くから木々の奥にいる集団を見ていた。ある方向に向かってぞろぞろと歩いていく集団。その中に、何かを運んでる人たちがいた。その運ばれているものはバタバタ動いてて、シルエットが明らかに人間だった。妙だなと内心ヒヤヒヤしつつ目を凝らしまくってみると、案の定人間が二人の人に手足をつかまれた形で運ばれてて、しかも格好は白装束じゃなく普通の格好で、フルフェイスのヘルメットをかぶってた。かなりその人暴れてたんだけれど、ヘルメットのせいか声は聞こえなかった。その瞬間想像力豊かな俺の中で、あの人は今俺たちがいた道を一人バイクで走ってる最中に、この連中に誘拐されて今から殺される、っていうストーリーが勝手に出来上がって、さすがに怖くなったからすぐ道まで引き返して帰った。後日、運ばれてる人のあの暴れ方的に本当に何かの事件かもしれなかったから、友達と警察まで説明しに行ったけれど、ガキのザレ事として真面目に扱ってくれず、結局近隣で行方不明になった人がいるっていうニュースも、あれから一度も耳にしていない。カルトの噂話を知った今思い出すと、改めてゾッとする。あれは何か、
カルトの連中の儀式だったんだろうか。このスレ読んでても思うけど、呪いとか部落の事情とか、日本にも色々あるんだろうね。普段は闇に紛れて表には出ない、裏側ってやつが。若者と氷。これは亡くなったうちのじいちゃんに聞いた話。じいちゃんは鉄工所をやっていた腕利きの職人だった。じいちゃんが若い頃、戦後間もなくだと思うけど、仕事の得意先に製氷所があったそうな。その製氷所の親父がじいちゃんに言うには、毎朝氷を買いに来る若者がいたそうだ。できたばかりの一抱えもありそうな氷の塊を買って、自転車の荷台にゴムチューブでくくりつけ、よたよたと去っていく若者。ある日、毎日毎日氷を買っていく若者に製氷所の親父が、なんで毎日氷を買いに来るのかと尋ねた。若者は答えた。隣町に引っ越した幼馴染の娘が、病気で自宅療養している。しばしば発熱するから、せめて氷で冷やせるようにと毎日届けている。若者は出勤前に氷を買って届けてから仕事に行っていたらしい。クーラーボックスなどない昔のこと。真夏などは届ける頃には氷は溶けて小さくなってしまう。それでも若者は毎日毎日氷を届け続けたそうな。そんなある日、いつもの時間になっても若者が現れない。製氷所の親父は、何かあったのか？事故にでもあったんじゃなかろうかと心配していた。そんな親父のところに若者がふらっと訪れたのは昼休みになった頃だった。心配してたんやぞ。という親父に、若者はぽつりぽつりと語り始めたそうな。今朝、いつものように家の門を出ると、そこに彼女が立ってた。驚いていろいろ尋ねかけたが、彼女は何も言わずにただじっとこっちを見てるだけだった。そして優しく微笑んで、今日までありがとう。と言って彼女は消えた。彼は異変を感じて、すぐに娘の家に向かったそうだ。しかし彼が到着した時には、すでに娘はこの世の人ではなかった。状態が急変して、その日の朝方亡くなったそうだ。じいちゃん曰く、ずっと家から出られなかった娘が、死んでやっと自由になって彼に会いに行ったんだろうな。悲しい話だよ。うちのじいちゃんは昔ながらの職人かたぎで、口から出任せを言うような人じゃなかったから。俺はこの話を真実だと思っている。